日本のエージェントの皆さん、こんにちは。 EAA のモバイルと申します。さて今回は日本でもついにリリースされたモダンコンバット VS がクラン機能も実装されたみたいです。今回はそのクラン機能の簡単な触りをご説明させてもらった中、作成方法と加入方法についてご紹介していきたいなと思います。クラン機能とは主にクランチャットやグループプレイはもちろんクランランキングなどにもアクセスできるみたいですね。それではまず作成方法からご紹介していきたいなと思います。この作成と映っている画面をタッチしてもらって、でクランエンブレム、クランカスタマイズで設定といった大きく3つに分けた設定が可能みたいです。でクランエンブレムにつきましては、自分で作成するのではなく、すでに作成されたものから自分の好みのエンブレムを選んでもらい、クランの顔にするといった流れですね。で僕は緑が好きなので、ちょっと緑が多めのエンブレムを選んでみたいと思います。この辺とかですかね。でこの辺りかなと思うんですけど、ちょっとタコちゃんみたいな可愛いなと思って僕はこれにします。こんな感じでエンブレムを選んでもらって、であとはクラン名も4文字から12文字の間で選べるみたいです。ざっとこんな感じでクラン名を EAA と打って、で説明文ですね、ここは300文字まで可能なので、初心者歓迎だったり、みんなで楽しくやろうとか、インディーズはこのぐらいですといった説明を書いておくと、ユーザーが参加しやすいクランになるのかなと思います。でクランタイプにつきましては2つあるんですが、オープンかプライベートで選べるみたいですね。オープンにすることによって、自動加入といった流れで、そのクランにも参加加入っていう押した時点で、承認なしで参加できるみたいです。またプライベートにすることによって承認制なので、クランに申請してきた人のステータスを見ながら、この人だったらクランに入れてあげてもいいかなみたいなのを選べるみたいですね。では僕の場合はオープンにして、でトロフィー要件といったように、このトロフィー要件なんですが、ここは、リーグの数値に当たります。500と表記されているのはブロンズリーグですね。で続きまして1000が、シルバーリーグだと思います。で1500がゴールドリーグですね。であとはもう簡単な感じでそのまま上がっていくプラチナマスターといった流れですね。でマスターリーグに至っては3000なんで、だいたい2500が、プラチナリーグだと思ってもらってたらいいです。そんな感じで、選べて、で地域も北アメリカから始まってオセアニアまであります。で僕たちの場合はアジアだと思うので、アジアで選択して、これであとはもうダイヤがあれば作成できるといった流れですね。で僕の場合は今ちょっとダイヤが溜まってないのですぐ作成できないんですが、このダイヤの溜め方もありまして、ダイヤの溜め方はこちらの初期画面に戻ってもらって、デイリー報酬といったところをチェックしてもらえればわかるかなと思います。非常に誰でも簡単にダイヤを入手することが可能なのかなと思います。なので無課金プレイヤーの方でもクランを作成することは可能といった流れですね。最低1日4バトルさえすればダイヤ15個は獲得できるので、コツコツと貯めてクランを作成するのがありかなと思います。で今度は加入方法ですね。こちらの加入といった画面を押してもらって、サーバーからの応答があり次第表記されるといった感じですね。ざっとこんな感じで、プライベートオープンでクランがあるんですけど、その全てのクランが表記されてます。スクロールするだけでも数百個確認できますね。でここもクランタイプが細かく選べれて、オープンなのかプライベートなのかを選べます。でオープンで検索して、トロフィーも大体僕が今、ちょっとブロンリーグをしてないんで、ブロンズリーグなんで500なんですけど、自分に見合ったそのトロフィーの要件を選び、プレイヤーレベルも自分に合ったやつを選びますね。で僕は今11レベルなので、こんな感じで11レベルで、地域も、日本人が極力いるとこがいいと思うので、アジアで再度検索といった流れですね。でまたサーバーから応答を待って、こういう感じで表記されます。クランも結構あるんですが、だいたいトロフィーが500でプレイヤーレベルが11のところを探すとこんな感じで表記されてます。こういったように、アジア全体でクランが表記されるので、もちろんお隣の国の韓国も表記されたり、台湾、中国も表記されるみたいですね。では適当にちょっとアクセスをしてみましょう。この中で一番トロフィーが多いところ、1万9000のコッツを選んでみます。さあここは日本人クランですかね。さあ地域はアジアですが、日本人の方いなさそうですね。ジョインザゴッツクランと書いてますね。
まあ、こういった感じで、クランには誰でも簡単に加入することが可能みたいです。でまた日本人を探したい場合は、まあ、アジアだけで検索して要件などを入れなくても多分簡単に出てくると思うので、日本人クランも誰でも簡単に加入することは可能なのかなと思います。まあ、こんな感じでフリスク持ってるとか僕らはホタケとか、まあ、いろんなクランがあると思うんですが、まあ、そういった中で選んでもらってクランに参加するらしいですね。さあ楽しんでいこうやと言ったように、ゲームを楽しみたい方はこういうクランを探してみて、ぜひソロプレイではなくパーティープレイでモダンコンバットバーサスを楽しんでみてください。それでは今回はこの辺りで失礼させていただきたいと思います。ご視聴のほどありがとうございました。引き続き EA ではシューター系の動画はアップしていくと思うので、よければチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。また動画だけではなく EA では FPS ニュースサイトと呼ばれるサイトもあるので、よければそちらのサイトにもアクセスしてみて、面白い記事がたくさんあるのでそちらのチェックもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。